すんげえ数の。俺が思い出すな。山だ。山の隆起と風の感じが似てる。おーおーおお。引き殺す気か。ちょ気づかなかった。はい、じゃあ DJ ペリコ、ペリコが DJ ペリコの自宅がね、この先の町にあるっぽいな。うん、オッケー。でもしそこにペリコがいれば捕らえろってなってるけど。飛んでくる岩をみんなで必死でかわした。いな、いるわけ。まあ、はい、いないと思うな。よし、まあ、とりあえず重要情報っていうか機密情報二つもある。うん、あ、二人とも副官ってなってるからあれだ、騒ぎ起こしたら逃げちゃう。とりあえず乗れ。オッケー。おっと、待って。道路がない。あ、ダムの横の道を通っていくって感じだな。ちゃんと道内に行こう。輸送車両を止めるミッションで車を破壊するともらえる物資が半分になりますよ。あ、そうなんだ。あの、これまでさ、武装、まああんまり回数はこなしてないけど、武装車両をさ、あ、違う、輸送車両を止めて、物資確保するサイドクエストあったでしょ。あったね。あれ、車破壊してたじゃん、何回か。してた。破壊したけど、ちゃんと物資として送れたじゃん。うん。送れたけどね、あれ、物資の数が半分になってるらしい。破壊した状態で送ると。あ、マジか。あ、破壊しちゃダメなの。そりゃそうだわ。破壊されて車物資として送られて喜ぶ人なんていない。確かにね。え、じゃあ何、パンクさせて止めるくらいしかダメかな。え、ちょっと待って、この先にねスキルポイントがあるんだよ。あるある。で、あ、そこに道もあるから回収してから行こう。うん。アルテルの通信施設を発見した。通信施設だ。奴らの楽しみを潰してやろう。あ、待って、あそこブリーチングできる施設だ。フラッシュバンあるから、ちょっと中 C4 つけて突入するか。冷静にな。オッケー。まず先に周りの敵倒そう。うん。ドローン作動。ドローン展開。ドローン。どこだ。みんな建物の中。ああ。ファストトラベルで飛べますよ。これいくら建物だ、うん、いくら外でね騒がしいことやってもね出てこないんだよね、なんか破壊しないと。おお。だけど入り口破壊すると同時にバレちゃうから、まあ、C4 だろうな。 C4 お願いできる。ああ、あるよ。どこやる。全部入り口っぽいところ。じゃあとりあえず、あ、ここだ。なんか入り口っぽいとこいっぱいあるね。ここ、まあ、どこでもいいんだけどさ。まあ、オッケー。爆破準備できた。オッケー、やれ。あそこ当たるよ。あ、オッケー。もうちょっと。じゃあ、爆破。よし。あ、ちょっと待って、ユニだった。タイミング。今来る。今来るユニだった。ひどい。クソだな。フラッシュバン。おう。あ、リロードリロード。ナイスナイス。最悪ユニだった。バキ。あっ、どこれ、ユニだと入ってくるぞ絶対。来るよね。いた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 。よし、よし、カルテルは全員やった。ハッキング。ユニダット迎え撃とう。よし。そうだね。あ、来てる来てる。わ、勝って。ユニダットが参加してきやがった。多分近距離だったらハンドガンの方が強いと思う。オッケー、ちょっとフラッシュバン一回投げよう。気をつけ、フラッシュバンを投げる。あ、ダメだ、全然フラッシュバン効いてない。うそ。しかもなんか兵士増やされてない。あー、もうなんか警戒レベル2 警戒レベル上がってる。これマックスになったらどうなる。戦車でも来るのかな。大変なことになる。あー、増えてる増えてる。これやばない。いや、なんか強そう。こっちの武器が先に溶けてしまう。うーん、待って、スキルポイントソファーの上にある。これ回収して上どっか扉開けて逃げよう。
あるあ、開いてる開いてる、上に来い上。ちょっと待って、下やばい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 。オッケーオッケー、ちょっと待って、レベル3、レベル、レベル3だ。ちょっときついなぁ。オッケー、とりあえず全員倒した。オッケーオッケー。あ、やばいこれ。おお、やばい、車乗れ車。はい、やばで、ちょっと運転するからさ、目的地にアイコンを、さっきの DJ、 DJ の街。オッケーオッケーオッケー、 DJ の街、これ違う、こっち、どっち、こっち、これこれは、あああっちか。ほんとさ、神タイミングだな。ほんとやな、ブリーチングしたらなんか来てるもんな。ブリーチングした瞬間に来てたもん。くっそ、避けろ。うわぁ、あぁ、車がお釈迦になる。ひどい。ちょっと待って、目的地アイコンを僕がつけないと。よっ、子供さんたちのフェリコの家に行ってみて、もしいれば連れてきて、いなかったら情報を漁ってきて。やだ、めっちゃいる。GTA 並みにいる。あー、道路に戻れない。これ川だ、これ川下ってる。ちょっとヘリ3台も来てるな。ヘリ3台も来てるじゃん、ひどくない、ちょっと。逃げて。あ、前方。回収なんて無理。あのカルテル、なんとかしてくんない、ユニだと。やばいやばい。トラックに何か役立つものがないか調べよう。巻いたかな、巻いたか。ほう。お、ユニだっているよ。ユニだっているな。なんでもない。あ、ユニだっとの連中も遊びたいみたいだな。あ、あ、反乱軍、反乱軍、そっち行って、そのまま。よし、おー、やっと。いやいやいや、ボロボロ。そんなつもりじゃなかったのに。いや、ボロボロだ、ほんとこの車。あなたさ、あのアイコンマップにつけてるところ全然違うよ。え、ユニダットだ。もうやめろ、もう。ドラベルで飛べますよ。ユニダットまみれ。いや、あの、ここで騒ぎを起こしたら副官が。そうだ、警戒されてる間はファストトラベルできないんじゃないかな。できない。3回、ちょっと適当に隠れる。何、攻撃開始なんて言ってんだよ、ちょっと戦いたくないんだよ。あ、なんか情報ある。うん、OK、解けた。よいしょ、こいつは民間人かな。あ、民間人だね。よし、お話。よくやった、片付けて先に進む。武器について知らないかな。お、装備品ケース、やった、いっぱい出たね。よし、じゃあちょっと見てみるか、ここに何あるか。お、めっちゃ出たよ。これはサブマシンガンのロングバレルだ。ほう、この街にはないな。ないか。で、これ ATPIAL レーザーサイト。レーザーサイト、なんだろう、ATPR っていうのかな、アサルトライフルのレーザーサイトと。お、これは見覚えがある、マシンピストルの SMG11。お、これハンドガン武器じゃないか。いいじゃん。うん、で、これはストナー LMGA1、 小さくまとまった強力な銃。ほう、ストナー、これは
お、4.5 倍から 5.5 倍の高度戦闘光学照準器、ターズ101スナイパーライフルスコープ。お、良さそう。良さそう。で、こっちが。ここの地域に砂のスコープでいいのがありますよ。あ、ここの地域に砂のスコープでいいのがありますよ。多分これのことだ。ターズ。ほう。で、SMG の折りたたみ式ストック。こんな感じだね。そのスナイパーのスコープ欲しいね。そうだね。あと SMG11? うん、11? 敵をねスポットしてくれてんのはありがたいけどDJ のね家に行って家宅捜査策だ。ちょっとねこっちに重要情報あるから、ね、欲しいんだよね。オッケー。なんかちょっと警戒されてるけど一人だしやっちゃうかな。なんかなかなかに豪邸一人減った。DJ のお家。ほう、豪邸か。豪邸だ。いいなあ。この辺の地域にしてはこれもう一人どっかにいるな。あ、これか。あ、いた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 。スナイパーを発見した。スナイパー。高台のやつが面倒。もちょっと高いところに移動するか。うん、今 C4 を設置したって聞こえたんだけど、ちょっとお刺さったやめてよやめてよ絶対大丈夫。ターゲット排除。危ない。よし、まだ大丈夫だ。ちょっともっと上に登りたい。よしよしよし、あのスナイパーを排除するか。お、あれ、はまったはまった。あれあれ、お、待って、嘘でしょ、ここ動けない。そう、動けない。はまった動けない。ここよし、あ、ちゃんとしたところに。あ、待って、資料があるね。この家か。何の資料だ。銀山。なんかメダルっぽいね。よし、もう一回さっきの岩山に。あ、そこ始末した。うん、ここやった。あとはその DJ の自宅にどうやって入るかだけど、うん、よし、登った。武器が設置されてる。機銃を確認。おっと。みんなすげえ警戒してるよ。豪邸眺めてたらさ、砂の高台にゴッドがいて。アホ。ちょっと下の重装はやりそうだ。あ、移動しちゃった。オッケー。隠れてれば多分警戒は解けると。あ、解けるわ。どうする。このままほっといたらさ、どっか移動してくれるんじゃないか。消えてくれるかな。あ、みんなだって奥行ったよ。おっと、おい、なんでもわかる。ちょっと待った、奥のさ、あのガトリング3つ置いてるとこ、あそこめっちゃ視野やばいんだ。あ、そうちょっと出ただけでバレる。ちょっと俺が移動しよう。お、あなたの方にねすんげえ近づいてってる。おお、幹部はダメだバレちゃったから。あ、本当だ、視野すげえ、あっち。しゃあない、幹部はしゃあない、迫撃砲落とそう。オッケー。クソが、ここからじゃ読めないな。おお、ガトリング。あ、まずいまずい、バレる。これ迫撃砲すんげえ狙いづらい。しゃあない、撃とう。よし、ガトリング一人やった。あれ、
僕やった。ああダウンした。ダウン。OK、こっちはね、まだ追跡中だ。OK。あ、サンタブランカ来てる。ちょっと陽動。反乱軍に奴らの注意を引くように頼んだ。コピー。そっちに増援が向かってる。お家に侵入だ。敵を排除した。こっちにもう一人か。フェリコは留守だ。できるだけ情報を集めよう。うん、復活。OK。フェリコ君留守だね。留守か。留守だ。そんな簡単にいるとも思っちゃいないけど。うん。あら。超離れる。くそ。ほら。よし、ここに情報があるな。待て、撃ってきてる、撃ってきてる。奴らの幹部が逃げようとしてる。これなんだ。何かの写真。幹部徒歩やん。え、徒歩、あ、本当だ、こっち来てる。ヘリコが放送に。あ、車乗っちゃうぞ。ちょっと車を撃ちまくって。近くにユニダットもいる。あいつなんか車に乗っかってる。あ、本当だ、車に乗ってる、車に乗ってる。オッケーオッケーオッケー。あいつはもう大丈夫だ。ユニダット、ユニダットがいる。あ、いい。待って、あいつ大丈夫だ。14人生きてるけど、生きてるけどさ。あ、そっちの車をやってくれ。車、オッケー。待って、燃え死ぬ燃え死ぬ燃え死ぬ。確保できない。え、幹部生きてる。いや、生きてるけど、生きてるけど。タフだタフだな、あいつ。タフガイどころじゃない。確保させて、確保。おっしゃ、これどこで確保してんの。ちょっと尋問しよう。質問に答えないなら耳を切り落とす。どっちか選べ。ボーナスメタルの位置を。話すから落ち着けて。よし、情報ゲット。あ、すぐ近くにあるじゃん。お、待て、陽動呼ぼう。反乱軍に陽動を頼む。メダル欲しい。なかなかはちゃめちゃなとこだな、ここ。本当な。ちょっとユニダット回収 OK。 早いとこ次の目的地に行こう。うん。ちょっとメダル、メダル。あのヘリがあるでしょ、近くに。ヘリで逃げよう。ヘリ、ヘリ、あー、あるね。 OKOK と思ったらこの民家に情報があるな。うん、上か。ある。あれ、今アイコンが確かに。もう一回上か。あ、これだ。これ、これなんだ。スエーニョのナルココリードってなんだ。なんだろう。おし。